日本テレビでは24時間テレビ47も一つの物語を今日27日午後4時から放送する。24時間テレビ47、8月31日、9月1日での寄付金をどのような形で必要な人に届けるのかを。同番組では24時間テレビで視聴者から預かった多額の寄付金についてどのような形で必要な方々に届けていくのかをテーマに、総合司会を務めた上田晋也、クリームシチュー、羽鳥慎一アナウンサー、三浦麻美アナウンサー、マラソンランナーを務めた安子、長嶋一茂がそれぞれに寄付金の行き先、まつわる人々に会いに行く。